はようございます。こんにちは。こんばんは。ビートパラドックスです。はい、今日はおいジャパンスチールチャレンジ。おいシューティングのですね、早打ち鉄板を早く打って、うん、その速さを競うという大会がありまして、略して JSC っていうんですけども、はい、こちらの大会が今日行われているので、はい、潜入レポートしたいと思います。はい、実はですね、うん、私過去に、うん、このジャパンスチールチャレンジレディース部門で2位を頂戴したことがございまして。おじゃあ今回リベンジですかのはずだったんです英雄伝の撮影がありましたよね。はい、ありましたね。そのために練習できなくて今回は出場はせず応援のみ。はい、はい、こそこそとこそこそ応援。ちょっとの判断ミスでコンマ遅れたらもうそれで順位がわっと下がっちゃう。集中力がパッと切れたらもうアウトなので、1年に1回しかないので、みんな今日のために全国から集まってくるわけ。私もいつかですね、またチャレンジしたいなと思っているので、今日は通ってますもんね、なんとか細々と細々と通って、1年に1回とか、あれ大会ですかでは、あの会場の中は弾が飛んでくるんで、はい、ちゃんとつけないといけないですね。選手じゃないからちょっと控えなの私なんかちょっと大丈夫これって感じなんですか。あなたそれリゾートなの。これと合わせてみた感じなんですけど。あーコーディネートさんねじゃあこのお頭2人でこそこそとこそこそいけるかこれ潜入していきたいと思います。はい、行ってみよう。無知の空手。はい、それでは会場に着きましたので、はい、行ってみましょうか。行ってみよう。音が聞こえますね。行ってみよう。ウェイ。すごいたくさんの方が。すごい。ジャパンスチール開催中。じゃあ有名なマック堺さんですね。マック堺さんですね。はい、これは試合する前にも。これは売ってるってことですか。景品ですね。あ、景品なんだ。賞を取った人は、あ、協賛の会社の、ね、人たち、フリーダムアートさんとか、ね、ジンジャーベルプレイさんとか、いろんな方がね、その方々の製品。ほら、こん3丁セット1名様とか何。うわ、すげえ。あちらはですね、販売をしている感じですね。販売、はい、ここに来ないと購入できなかったりするものもあるんですよ。へぇ、大会だけど、かなりのイベントなんで、ただ試合するだけじゃなくて、はい、なんか楽しめる要素がたくさんあるんですね。はい、あるんです、あるんです。もうね、出れないのは残念なんで、私たち試合の中身を紹介せず、まず紹介してる。楽しみの一つだから、はい、いいな、欲しくなっちゃうんじゃない。うん、欲しいな欲しいな試合の中身じゃなくて物か試合見に行きましょう。どうですか、これ。こちら全部ね、もう 8ステージありまして、あ、これさ、お侍さんに紹介してもらった方がよくね。皆様、私が大変お世話になっていて大尊敬しております、 JSC を取り仕切っているコードネームで呼びます、お侍さんでございます。はい、こんにちは。自己紹介よろしくお願いいたします。はい、ジャパンスティールチャレンジ実行委員会代表佐々木でございます。エアガンで、鉄板の的を早く撃つという競技、これを国内で、長くやっている団体がこの JSC、今回は37回目ということで、年1回こそこそとやってまいりましたけれども、今日もね、多くの人がうちに来てくれてます。あの全部でね、8ステージあるんですよね。そうです。はい、ちょっと私だと間違った説明してしまいそうなので、はい、ご説明よろしくお願いいたします。じゃあ実際に見てみましょう。はい、よろしくお願いします。行ってみよう。5 to 5というステージになります。
全部のステージ5枚の的を打つというところは一緒なんですけど、的のレイアウトが変わってきます。これは手前から奥に1メートルずつ的が遠くなっていくんですよね。なので手前の的が簡単に当たるからといって気を抜くと奥で外してしまう。彼はうまいですね。続いてここがランドアバウトというステージで、エアガンシューティング界で有名人マック堺さんがよく打ってるんで、 YouTube 業界では有名なコースですけども、ここは比較的的が大きくて密集してるんで、初心者でもスピードが出せるコースですね。で次に出てくるのがスモーク&ホープっていうコースになります。ここは見れば分かるんですけど、ものすごい大きい四角なんです。うん、しかも距離が近い。はい、どう考えても当たるだろうこれっていうことで、これも早く打てるコース、でっかいのを4つ打って最後に真ん中の奥を打てばいいんで、外すんですよね、はい、この大きいのを外すんです。おっしゃる通り、あのここで巻き返そうって思ったり、これいけると思うとこの大きいのがどうしてか当たらない、なぜか外れるなぜか当たらないということで、本当に一つ一つの攻め方が分かってないとタイムが上がってこない、勝てないということで、まあ、これが射撃競技ならではですね。アクセラレーターですね。これも手前と奥で距離の差が非常にあるので、また攻め方を間違えたんですね。今あのテーブルの上に鉄砲を置いてありましたけども、はい、アメリカだとあのテーブルが樽がみたいな、樽が昔から伝統的に樽みたいですね。あ、そうなんですか。かっこいい。こちらペンデラムというコースで、みんなが一番大好きなコース、なぜならばすごく難しい。ただ高低差があるだけ、同じ距離に4枚があるだけ、なぜか当たらない。私も苦手です。未だに攻め方わかる。それじゃあ私ができなくてもしょうがない。次のコースがスピードオプションというコースですけども、これはちょっと幅があって、なぜかものすごく小さい的が紛れ込んでる。8センチしかない。8センチが 4.3 メートルのところに置いてあるので、狙いすぎると時間を損する、急ぎすぎると外してストップを打ってしまって、打ち漏らしペナルティがついてしまうという過酷な、個人的には好きなんです。あの真ん中のチャイムが小さかね、小さいね、ショーダウンというコースですけども、ちょっと今までと違ってボックスがセンターになる。なぜか左右それぞれのボックスから2回ずつ打つというコースですね。同じものを左右から打って何か変わるのかというと、実は打つと分かるんですけど、打ち順すら変わるんですよね、これがね。ということで、これも結構攻め方が、あの勝負の分かれ目になるようなコース。これは最後、見たら分かるやつですけど、今度はなんとボックス間を移動するというアウターリミットというコース、ちょっと見てみましょう。2発打って移動して3発というコース。移動した時にね、構え直した時に、なんか打つくっていう時がある。なのであんまり難しくないんだけど、タイムが短縮できないんですね。ということで、これが8ステージの全てです。ありがとうございます。本当にこの8ステージのこなすのに神経がね、精神力。そうなんですね。だから5枚の鉄板を順番に打つだけの競技なんだけど、
それぞれに個性がありすぎて攻め方が大変だ。勝つためにはまあここをねきっちりポイントを抑えてやらないと、なかなか表彰台に登れないというところですね。はい、頑張ります。あの師匠が審判してる。すごい真面目な感じ。師匠が審判してる。はい、今でいい。はい。来年こそは。そうですね、毎年この9月ぐらいに来年9月7日ですよね。そうです。ぜひね、9月7日、来年チャレンジしてみてもらいたいので、お侍さんに JSC のこの展望を。展望ですね。はい、はい、もうエアガンシューティングを、ね、やって、この37回という大会に非常に歴史があるんですけども、まあ、僕としてはこれは先々に残していかにはならんなというのがまずあります。で、新しい人が入ってこないとこういうのって続かなくなっちゃうんで、今は上手い人だけじゃなくて本当に新しい人にも増えてほしいということで、日本中の打てる場所の応援をしながら仲間が増えていくようにいきたいと思っております。なかなか打つ場所がね、でもやっぱり打つ場所があるところにはシューターが生まれ、この中から未来のチャンピオンが出てきてるんですね、なのでまあそういうところをぜひ応援して、その人たちが日本一を決める場所を僕らはとにかく残す、そんな気持ちでやってます。ありがとうございます。頑張ります。で、あのお侍さんから言うこの、このスピードシューティング、この魅力というのは、やっぱりこの自分のダメさがすぐ分かる。すぐ分かる。しかもごまかせないんですよね。もう記録が残っちゃうんで、すごく過酷だと思うんですよ。その過酷さの中にうまくいった時のキラッとしたやつがすごく嬉しくなる。その一瞬のために頑張っていく、だいたい辛い気持ちになってます。簡単に言えばストイックみたいなものになるかもしれないけど、まあ、挑戦の試合のある趣味かなと思います。本当自分が嫌いになることがたくさんあるます。この種目としてはどんな種目があるの？そうですね、はい、今日見てもらったのはハンドガンの大会でしたんで、はい、腰につけたホルスターから鉄砲を抜いて撃つというのをやってました。これ以外に同じコースでライフルで撃つ、ライフルですからもう今60センチ以上ある長いガンを両手で構えて撃つんですけど、これもね鉄砲が変わるだけでまた攻め方が変わったりするので、いろんな楽しみ方ありますね。いろんな理由、ね、そうですね、自分の好きな鉄砲を見つけてそれで攻略していくっていうやり方もありますね。この沼にはまってほしい。沼は深めになってます、ね、なかなか上がれない沼、ぜひはまってほしいですね。あのいろいろこのジャパンスティールチャレンジのホームページサイトもありますので、それも概要欄に貼っておきますから、皆さんぜひ気になったら覗いてもらって、で私あのタギワンの、私がよく行ってるこの練習場タギワンのあのホームページのサイトも貼っておきますので、新宿にね、そうですね、もう知らずにエアガンが打てるので、ぜひそこからまずスタートしてみるのもいいと思います。手ぶらでね行けるプランもありますので、でそこから自分の好きなね鉄砲を見つけてカスタマイズしても楽しいですよね。男子はしょうがないなってぐらい鉄砲ばっかり作っちゃってでもその自分の作ったやつでバッチリ決まった時がまた公開感あります。皆さん来年2024年9月の7日ありますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
無知の空手。お会いしたことまだないんですけど、女性のトップシューターがこれから打ちますので、ぜひチェックしてみましょう。素晴らしいです。次は貝の兄貴です。めちゃくちゃ速いんです。早いです。早いです。私が憧れている平先輩でございます。あの有名なマック坂井さんです。憧れのマーク坂井さんです。今日ご自身的にはどうしましたか。まあ自分の想定内で、まあ思い描いてたぐらいのあれは出てたんで、まあちょっとやったところもあるんですけど、まあ、まあ自分なりで満足できる感じです。拍手してください。ありがとうございます。じゃあ頑張りますね。緊張してるから手冷たい。いや緊張されるんですか。してる。こんな厚着してるけど手めちゃくちゃ冷たいじゃないですか、はい、緊張してるんですよ。マークさんでも緊張されるんですね。じゃあちょっとほっとしました。私も頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。師匠発見。あ、星見さん元気してますか。どうも久しぶりです。師匠のかっこいいジャッジ姿を収めさせていただきます。いやもう大丈夫です。師匠の打ち姿を収めたかったのに終わってたって。あ、終わってた。元気してましたか。おかげさまで。ありがとう。映画の方は無事に撮影が終了しまして、終了しまして、はい、公開を待つばかり。楽しみです。公開の前に出来上がりを待つ。そうですね、まだ出来上がってますぐらい公開です。来年の春から夏の間に、はい、なるほど、はい、じゃあその時まだ教えてもらっていいですか。はい、もちろんです。萩原さんもね、星見さんもシューティングお時間できたらまた、はい、ぜひ、あの新店舗にも、はい、新店舗、はい、まだいらっしゃっていただいてないのでお邪魔したいと思います。はい、で来年こそは JSC 頑張りたいと思います。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、いやー、みんなすごいですね。やっぱりこの試合になると普段見ない皆さんの姿が見れます。やっぱ集中力とか、うん、あと、うん、隣で違うコースやられてるじゃないですか、はいはいはい、審判の方が隣の、あのピーっていう音が、うんうんうん、自分のコースと被らないように、うん、周りを見ながらタイミング出して球出してるんだってことをに今日初めて気づいて。そうなの、はい、一緒にやっちゃったらダメだから。そうなの、そうそうそう、うん、だから集中してるけど一瞬こう待ってみたいなタイミングもあったりするから、うん、そう、そのタイミングの気持ちに負けちゃいけないのよ ねいろいろあるのよ。もう本当私は大概あの出場したらやらかし屋なんで。いやこれはなかなか難しい競技だなと思いました。そうなんです。うまくいったと思った後にうまくいかないんですよ。練習だとうまくいったと思ったらそのままささっとうまくいって、これすげえいいタイムじゃんって出るんですけど、試合になると結構うまくいって次もこの調子でと思ったらなんでかわかんないけど外しちゃう、そしたら焦っちゃってダメなの。全部で5回打てるんですけど、5回打って、一番悪いタイムだけ1個外していいタイム4個の合計になるんですけど、もうそれがね全部が悪いタイムになっちゃうんですね、これはあの精神的なトレーニングにはすごく良くてと思って頑張って
やってるんですけど、全然精神的に強くなりません。いやこれはね、奥が深い本当沼なんだなって見てて思いました。でやっぱりあのすごいなってかっこいい先輩たちがたくさんいるから、イケオジがねたくさんいるんですよ。だからあのイケ若イケてる若い人たちもぜひねたくさん挑戦してもらうと、挑戦してもらうと私、はい、いやもう気持ち弱いからぜひ皆さんもちょっとやってみようと思ったら、ブラでターゲットワンで体験できるのでいらしてみてください。私も来年は頑張りたいな。頑張ってくださいまずは練習を、はい、練習に行く時間をまず頑張りたいと思います、ね、はい、皆さんまた会いましょう。パワーをガチガチ込めて頑張ります。坂本監督の指導を受けて頑張ります。英雄伝頑張ります。